行動力の塊です。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。韓国の反日市民団体が旭日旗がデザインされた米国製フィギュアに猛反発。こういうことだけは行動力がすごいですね。韓国の反日市民団体バンクが、バービー人形などで有名なアメリカの玩具メーカーマテル社のフィギュアの発売を中止させたニュースが入りました。どうやらマテル社のフィギュアに旭日旗模様がデザインされていたとのことであり、そこにバンクが噛みついたとのこと。本当にどこに行ってもバンクの話はつきませんよね。私の体感では1ヶ月に一度はこのようなニュースを聞いているような気がします。とはいえ、大統領選挙にて青瓦台の主が政権ごと変わってしまえば、これまでの蜜月関係はなくなりそうな気がしてなりません。なのでバンク関係者の中にはすでに就職活動を始めている方も多くいらっしゃるのかもしれませんね。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また韓国や日本国内の反応など、今日もしっかりお伝えしていきますね。1月31日付ワウコリアによると、1月31日バンクによると、昨年11月にマテル社が旭日旗模様の入ったコスチュームの WWE レスリングアクションフィギュアを発売予定だとネットユーザーから情報を受けたという。バンクはすぐにマテル社に書簡を送り、抗議とともに修正を要請した。マテル社は昨年11月にオンラインで、今月はオフラインでプロレスラーのフィギュアを発売する予定だった。バンクは書簡で、旭日旗模様が含まれるこの玩具は発売したり販売されたりしてはならない。フィギュアのコスチュームに描かれた模様はアジアの人と国家に好意的に見られないからだ。特にアジア人にとって旭日旗はアメリカ人やヨーロッパ人に戦犯旗として知られているハーケンクロイツと同じだと指摘した。またこの数年間、バンクの会員や韓国人がキャンペーンを通じて旭日旗が描かれた商品の販売を止めた成果を紹介した。さらにこれはマテル社が目指している目的のある遊びという企業精神にも反していると問題を提起。街頭の玩具で子供たちが遊べば社会的に大きな衝撃を招く可能性もあると警告した。マテル社は公式声明を出していないが、該当のフィギュアを注文した顧客に発売が取り消されたと告知した。バンクが最近確認した結果、マテル社は旭日旗模様の代わりに虎の縞模様が入ったコスチュームのフィギュアを発売することになっているというと報じています。この件一つをとっても日本の説明がいかに下手なのかが伺えます。個人的には、日本は太陽信仰のある国だから太陽を使っている、古の軍旗もそれが理由であり、今でも自衛隊が使っていることがその理由だとでも言えばいいだけですが、外務省は未だに遠回しな外交に終始しています。実際に警察のシンボルマークは旭日章ですし、多くの国家機関、そして勲章の中にも旭日章がありますよね。よって旭日旗は日本の軍隊であることを示すために必要不可欠な旗なのですが、まあこのような主張をしたところで、韓国は例えば1919年の31独立運動から自国が独立国なのだと信じて疑わないくらいひねくれたものの見方をする国なので、いくら正論を言っても通用するはずがありません。ただ
常識が通じる多くのまともな国家には、日本の主張は少なからず通じるはずだと思います。このような旭日騎狩りは他にも現在進行形で行われており、この分野の第一人者であるソ・ギョンドク教授は、昨年12月にドイツのサッカーチームに対してこれを行ったということです。話によると、全世界旭日騎退治キャンペーンとやらの一環として行われたそうで、2020年にもイギリスプレミアリーグのサッカーチームにも行った結果、それなりに効果があったと実感しているとのことでした。まあこれはあくまで総教授の体感であり、実際のところどうなっているかは分かりませんが、そもそもヨーロッパ人にはそんなにアジアに入れ込んでいる人が多いはずもなく、言いがかりをつけられれば関わり合いを持ちたくないが先に立つと思いますので、どうしても言ったもの勝ちになることは明白です。その証拠に総教授の指摘に対する続報は聞きませんので、きっと訳のわからないクレームとしてスパム扱いされたのではないかと思います。彼の場合、向こうから何らかのアクションがあった場合には、2万%はネットで自慢しますので。ちなみに総教授曰く、今後はスペインのラ・リーガやイタリアのセリア A のチームにも同じ内容のメールを送るとのことであり、彼曰く、欧州サッカーから旭日騎を追い出すんだと意気込んでいる様子です。やっていることは迷惑メールを送っている業者とほとんど変わらないのではないかというごもっともな指摘はさておき、このような行動力は本業の学者稼業にも生かしてほしいものですね。また総教授のクレームは旭日騎だけにとどまらず、昨年11月には島根県松江市にある竹島資料室の資料を開設する人材として県から委託された大学生がその解説員を務めているというニュースに対し、島根県が竹島を自分たちの領土だと主張し、大学生まで動員して対外広報に拍車をかけている、誤った洗脳教育をし純粋な大学生を動員するという非常に愚かなことをしていると SNS で批判したことがありました。これはひょっとして逆のつもりなのでしょうか。東京五輪の前には2021竹島教育オリンピックたる反日イベントを開催したり、2018年には島根県の中学校に韓国の女子中学生から竹島は我が領土などと書かれたハガキが届いたりするなど、どう見ても洗脳教育をしているのは隣国の方だと思うのですが、日本の竹島に関する教育に対して文句を言いたいのであれば、せめて独と表記からリアンクール岩礁表記に変えてから言ってほしいものですね。今回のニュース、韓国や日本国内からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。忘れた頃にやってくるバンクです。最近は暇なのでしょうか。いえ、ムン大統領が辞めたらクビになる人が多いので、就職活動をしているのではないかと思います。ユン・ソギョルが大統領になれば、我が国の国旗は旭日旗になるでしょう。本当に悪夢です。鍵十字と旭日旗が同じだと言いますが、どちらかというと鉄十字と同じ立ち位置だと思います。鉄十字は今もドイツで使われていますので問題ないですね。土着倭寇がいるようですね。このような人物からは我が国の国籍を剥奪してください。これだけ言っても旭日旗を利用する人が後を絶たないということは、少なくとも欧米では旭日旗が悪いものだという認識がないということだと思います。欧米にしろ、日本にしろ、ハーゲンクロイツ、鍵十字を使うのは確信犯だけなので。まあ頑張ってください。いくら頑張っても日本の自衛隊がこの旗の使用をやめることはないし、
他国が強制できるものでもありません。一企業のフィギュアの発売をやめさせただけの単なる自己満足です。企業は旭日旗の意味を理解したんじゃなく、単にクレーマー対策をしただけです。こんなことを繰り返しても、単に多くの国で旭日模様をイラストにするとやたらとクレームをつけてくる変な国があると認識されるだけですよ。いやいや、やっぱり放置はいけません。彼らの広報宣伝活動によって世界中でこの旗が問題視されるわけにはいきません。外務省はもっと積極的に世界中に真実を伝えてほしいです。準備しているはずの制裁もうまく活用してください。朝日新聞社には抗議しないのでしょうか。大漁旗にさえ抗議するのに、一度も朝日新聞に抗議した話は聞きませんし、高校野球で中止を求められたという話も聞きません。常々疑問に思うことなのですが、韓国のよくわからない市民団体はさておき、もともとこのデザインを採用した企業やクリエイターなどはどのような意図を持ってこれをデザインしたのでしょうか。彼らの言い分を見ていると、知らなかったや悪気はなかったなどという声が上がっており、自分の表現物に対する説明はあまり聞いたことがありません。まあ日本人ですら旭日旗を正しく知らない人がいる以上、海外のクリエイターが知らないというのはある種当然のことであり、おそらくその発言の通りだとは思いますが、まあ隣国はアリゾナ州の州旗にすらクレームを入れる輩です。当人が故意にやったかどうかは関係なく、そう見えるものすべてに対してただ脊髄反射しているだけなのかもしれません。本当にこういうのは金輪際やめてもらいたいですね。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録、よろしければベルアイコンをクリックいただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。